サンデードラゴンズ延長戦です。ゲストは改めまして中日ドラゴンズ高橋寛人同士です。<laughs> サンデードラゴンズの本番はいかがでしたか。はい、楽しくできたかなと思います。<laughs> はい。最初びっくりしました。全く打ち合わせなく花束贈呈まであって。はい。いつスタッフにやってねって言われてたんですか。いや、えー、っとここ来た時に僕の提案で。<laughs> あなたの提案だったんですねびっくりしたわさすがですねやっぱり幸せ以上のことをやっていただきますかじゃあグイグイ最後 <laughs> 本番の最後の方に聞きましたけどこれから相手をっていう話ありましたけど、はい、付き合う女性年上年下どっちがいいですかええー、どうですかねもうそういうのは気にしないのであ年齢は、はい、気にしない気にしないです性格中身はこんな感じがいいなっていうのはありますか 外見じゃなくてお、はい美味しいご飯を作れる人そうですね何が好きですかです僕は基本的には何でも食べれるのであそうですかと味付けを任せれれば <laughs> <laughs> 味付けをね、はい、<laughs> 今まで女性に何かこう作ってもらったような <laughs> いやないです 実はあの彼女にこういうものを作ってもらったとかっていうのはないですねないですか本当にない,ないですねあじゃあ女性の手料理というと基本的には今まではお母さんのみ、はい、そうですあどうですか若さんは <laughs> <あ> <laughs>、はい。っ今の沈黙をどうするかなと思ったら切り返してきましたね何が美味しいですか<え>手料理だと <laughs> そうですねあの、えー、肉じゃがとかですあ<ー>うわーもう クソつまらない、<laughs> 私ね、本当にあの攻撃されるの弱いんですよ。<laughs> 今,今もう、クソつまる、絶妙なパスだったのに、ゴール前で、これ、枠には収まらなかったですね、シュートが全然。はあ、同様、同様、視聴者からの質問、ツイッターでこんなものも寄せられました。侍ジャパンで背番号が14番でした、これはなぜでしょうか。 これは少しサムライジャパンに入る直前に背番号の希望を聞かれてたんですけど、やっぱ自分は10番台が良かったので、はいろいろ候補を出した中で14番になりました。あ、そうなんですか。はい、ということは19っていう選択もあったん。そうですね。はい。一番は19番だった。やっぱ海さんは19番っていうイメージが僕の中でも強いですし。はい。 オークスの甲斐先輩が19番をつけた、はい、そうです、はい、で何番目かの候補が14だったっていうことねなんでね。そうね。選ばれたいなという気持ちはありますか、本戦が来年3月ですはいもちろんあの、入りたい気持ちはありますおどうでした、サムライジャパンの,あの、わずかな時間だったと思うんですが、うん、トップチームに入ってあ,あれだけの緊張感は久しぶりに味わいましたし、なんかすごい。 人たたちばかりだったのでもう一度ちょっと集まってやりたいなとは思います得たものを学んだことってうう見てるだけでもいろんなことを学びましたしえっ、ー、と準備の仕方であったり調整の仕方っていうのは人それぞれ違ったのでそこはすごく勉強になりました、えー、今後ちょっと取り入れてみようかなという準備の仕方って誰の何が参考になりそうで,したそうですか、ね なんかチューブを使ったりゴムを使ったりするトレーニングを当番前、当番後ずっとやってたので、<ー>それをちょっと今回ちょっと盗んだので、ちょっとやってみたいです。うわー、それ本番でもよかったよね。うん、卓球の体感の話も面白かったけど。<laughs> でも柳さん意識したから面白いことを言おうと思ったんだ。<laughs> そうですね。まあ多分柳さんは笑ってたと思います。<laughs> えじゃ本当いろんな選手の準備の仕方を学んで帰ったんですね、うんはい、そうです、ボールはどうでした、実際やってみてみ多少の違いはあったんですけど、それまでに準備期間がしっかりと設けてもらってたので、はい、試合には難なく投げられますどっちかっていうと、公式球よりもこうなりそうだっていう傾向ってあります、はい、あの WBC のボールは。そうです落ち球は落ちやすいのかなっていうイメージは、はいえー、持ちましたね。えー、そうですか 実際に本選に選ばれてるね、大谷翔平選手も来ると思うんですが、はい、彼に何か聞きたいこととかってあります？はい。もし本当にチームメイトになれるならサインが欲しいですね。<laughs> もうファンの気持ちにやっぱりなりますかね。そうですね。はい。まず欲しいね。はい、で書いてもらいました。はい。野球の話で何かこう聞きたいことあります？いやー、とりあえず一回見てみたい。拝みたいですね。<laughs> あでも一回まず見てみたいっていうのは本当 <laughs>、はい、そうかも。はあおもしいですね。では加藤さん。はい侍ジャパンでもいろいろと心に残ったことあると思うんですが、はい、ドラゴンズ先輩コーチのアドバイスで心に残っているのはどんなことでしょう、はい、これはそうですね登板後に毎回行っている落合さんとのミーティングで一球 <laughs> に対する心を。 の置き方というか1球の大事さというのはこの1シーズンでかなりあの教えていただいたというか大事だなとは思いましたえこれ例えば100球その日投げますよね、はい、1球目から100球目までビデオを見返すってことですか、はい、そうですすかはいそうこのボールはどういう意図だっていうふうに聞かれるのでしっかりと答えれないとはいな無意味なボールだったなっていうふうに言われるのでそれが。 重なると無駄球が多くなって120球30球で6回7回までいっちゃうんでじゃあ本当に時間をかけて振り返りをしていったことが今につながっているっていうことですかね試合後これ何分何時間ぐらいやるんですか1時間ぐらいはやってますやりますよね全球振り返るわけですから最初のこの振り返りえじゃあ今シーズンの初登板からやってたってことはい、いやや、っっててままししたた最初答えられ全ずあの。 誰々に投げた、何球目の、これは、どういう意図だって、普通の会話で聞かれるので。うん、え覚えてないです、みたいな感じになるんですけど。はいはい、最後ら辺は、もう自分は。大体、分かっている。様子で、答えれるかなとは、思います。<laughs> 様子? <laughs> よ。よ、うな感じで、いけましたね。ような感じで。はい、でも、本当。とに分かってるんですよね。はい、この意図で投げたっていうのは。そうです。大体は。分かってます。そうですね、はい。 そうか、これが球数を少なくすることでつながってはいるんで、ね、そうです、後半、そのおかげで、いいペースで長、長いイニング、投げれたかなと思いますだから例えば、このベスト三振を聞いたときに、うん、わざわざ日付まで出てきて、神宮で村上さんの2打席目なんていうのは、もう全部、うんこう、ちゃんと分かってるってことですよね。はい、だいたい分かってます、はあ、であのは最後のボールは、ちょっとボールかなと思ったけども、はい、木下さんに助けられたと。はい へすごいですね。加藤さん、じゃあ野球選手以外で何になりたかった？うん、この質問でお願いします。はい、えー。ワールドカップに出たかった。よんくサッカー好きなんだ。<laughs> はい。サッカーは好きです。えー、え。次クロアチアと日本何対なんでどっちですか？いやこの番組の前にテレビで見てたんですけど、牧野さんが二対一で勝つって言ってたんで、二対一で勝つ。乗っかるんだね。<laughs> そこは。はい。え二点誰が取ります？ いや堂安さん二<安>点,点とも。はいうわーこれ当たったらすごいな本当ですねへえー、じゃあこのオフワールドカップは割と生で観戦したいですねあできてますか今のところ今のところは4時に起きたりはしてないです結果を追う形、はい、そうですねスペイン戦どうしてた寝てました <laughs> おぎる気持ちは本当とにあ,あ,あったんですけど 体が動かなかったです。やっぱり4時って早いですし、ね。早いですね。はい、日本でやってもらいたいですね。<laughs> そうですね。はい。これも行きましょう。沖縄キャンプでの楽しみ。はい。沖縄キャンプではさらなるレベルアップができていると思うので、うん、その姿が楽しみです。あ、はあ、じゃあこれなんかプライベートのところに視聴者は 収めて、例えば休日ゴルフ行きたいとかかなと思ってたら、うん、もうそうじゃなくて。はい。さらなる自分の進化。そうですね。あとは。まあ、柳さんとご飯行くのが楽しみ。大好きですね。柳さん。え、進化したい部分って、この。高橋宏をどうしたいっていう。未来の理想形というのはあるんですか。<laughs> そうです、ね。もう、まずは、まっすぐを、もう、もう。レベル、二つぐらい。うーん。 上げたいですしプロでいうまっすぐレベル2つってどういうことなんですか、急ななのか何なのかか相手バッターがまっすぐ1本できてても空振りが取れる、<あ>それぐらいのまっすぐがあればいいかなと思いますまずまっすぐと。はい、変化球の精度でここ、極めたいっていうのはありますすそうですねやっぱまっすぐがよくなってくると自然に変化球もよくなるので、うん、あとは、そうですね、新之助さんのカーブを<あ>、はい、投げれれば。 最高じゃないですか。そうですね。わ、はい、かりました。では来季に向けての意気込みを最後語っていただきましょう。田代さん、こちらのカメラに向かって、はい、お願いします。はい。来シーズンは中日ドラゴンズ日本一に向かってはい死ぬ気で腕を振って勝利に貢献できるピッチャーになります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。日曜お昼零時五十四分からはサンドラ。